はい、お疲れ様です。マッピーです。今回はドラコクリス杯残り6時間であと11戦バトル可能ってことなんで、まあ、11戦やるわけじゃないです。これ全部勝てたとしてね、45勝なんで、まあ、レジェンド圏内に入るのはね、もうどう転んでも無理だってことで、まあ、ちょっとね赤バッジつけるのはね、まあ、無理でしたと。で、今回青バッジ狙っていくスーパースター狙いで1000以内に入れればいいかなって感じなんですけど、まあ、残ったこの11戦のうち何戦やるかは分からんけど、使っていくのがですね、こちらご覧ください。はい、ヒカキンさんのデッキを使っていこうと思います。ちょっと前にね、ヒカキンさんが教えてくださったデッキでカップ戦やるっていう企画があったと思うんですけど、まあそれの第2弾みたいな感じです。で、これちょっとヒカキンさんとのね LINE のやり取りなんですけど、今回のカップ戦ヒカキンさん初日全勝化されてましてすごくですか。初日で60戦全部勝破したんですよね。ちょっとこれびっくりしてで、ヒカキンさんがね使われたデッキがこのアテナデッキですね。はい、アテナでマゴマ6枚入ってるデッキで、実際今回のカップ戦このアテナがねかなり強いみたいで、まあ、神タンアテナっていうデッキもあったり、まあ、マゴマ6枚のアテナっていうデッキもあったりするんですけど、このヒカキンさんのデッキがまあ強いですね。バハシュとこの銀シロでオーラでも削れるっていうのもあるし、相性のいいレムラムが入ってたり、フィニッシャーのビクトリアなんかも強力ってことで、このデッキでねヒカキンさんが7割召喚うまくいかなくても全然いけたからね、このデッキ強かったよと。で、途中捕食の吸収モリモリのね人もめっちゃ強かったりとか、まあ、3位の翔さんって人はアテナ使ってたよっていう風にね、あのちゃんとどういう対面が多かったとかも本当研究しててね。で、初日全勝化で42勝までヒカキンさん伸ばしましたと。はい、なんで、まあ、ヒカキンさんはね、まあ、スーパースターは入れたんじゃないかなって感じですよね。今日ね最終日なんですけど、ここに位置してるんですよ、戦友のこれランキングで見ても、うん、本当すげえなって思ったんで、ちょっと自分もね、まあ、これはヒカキンさんのね、まあ、背中を追いかけようかなっていうことでこのデッキ使わせてもらいます。で、今回ねこのデッキもう全然一コマもね変えてないんですけど、もう一番びっくりしたのが、はい、これあの HP とアタック見てください。2785216634ってあるんですけど、ヒカキンさんのデッキなんとですね27965168637なんですね。これそうだよね、俺一緒なんですよ、これデッキ一緒だけど、ヒカキンさんの方がねステータス高いんですよね。もうプラスもガンブリっていうもうカップ戦に対してのね、そのなんだ姿勢というか本当にガチでやってるんだなってのが分かりますよね。自分よりね HP とアタックプラス振ってますからね、もう本当曲振りなんだなっていう感じで、はい、まあ、自分はそこまでプラスフェアリーに余裕がなかったんで、まあちょっとね HP とアタック足りてない状況なんですけど、まあ、それでもこの時は強いっていう話だったんでね、使っていきたいと思います。いやすごくね、マジでマジですごくね。ヒカキンさん初日全勝化だけでもすごいのに、俺一番びっくりしたの、デッキの全部の駒にプラス曲振りしてるっていうのがデッキ組んだ時に思ったんだよね。あれなんか HP 足んなくねみたいな、俺 HP 少ないなと思ったらヒカキンさん全部振ってたっていうね、ちょっとびっくりしたわ。ってことでやっていくんですけど、実際ねマッピー会長はどうだったのかっていうね、この残り11戦までどういうデッキ使ってたかって話なんですけど、最初の30戦ぐらいはあのマスティマリーダーの捕食のなんかアズリエルとか入ったデッキを使ってたんですよ、あのアイドルのやつね。で、実際強かって30戦消化で何勝だっけな、22勝、まあ、8敗しちゃったけど、なんかミスとかもあってみたいな負け方だったんで、あ、これ X でよかったかもな、これ X でよかったかもな、うん、ちょっと打ってから気づいた。そういうデッキを使ってたんですけど、まあでもこのペースだったら無理だなってことで、途中からね春丸リーダーとか、あとアテナリーダーの神タンとか使ってたんですけど、まあなんかミスめっちゃ多くてボコボコに負けたのねマジで俺ね、恥ずかしい話なんですけど、俺アテナマジで下手なのね、マジでアテナ下手なのだから本当にマジでアテナ下手なんで、正直敬遠してたんですよ。だから捕食とか使ってたんですけど、まあでも今回に限ってはねマジでアテナ強いっぽいんで、まあ、ヒカキンさんもね実際初日でアテナお使いになられて、これだけの成績を残してるということなんで、まあ、ちょっとそこはね、まあ、自分の苦手を克服するという意味でもアテナを使っていきたいと思います。さあ、これは一旦相手のローリアに対してシールを貼っていく、まあ確かにパワーめちゃくちゃ高いっていうね、手駒とかその召喚の事故とか、そう、アテナね先行とか引いた時に召喚事故を起こすとほんとめちゃくちゃきついから、俺はめちゃくちゃアテナが苦手なんだけど、まあそんな苦手だ苦手だも言ってられないと、それがカップ戦だと
いうことなんで、ね、何をどんなデッキもね、まあ、うまいこと使ってみせろっていうあれだと思うんで、まあ、うまいこと使っていきたいと思います。さあこれちょっと神ごま展開しつつ、あー悪くないよ。いや悪くないっていうかいいとこ出たな。これ A4 を取れても角からいけて召喚増やせる。よし。いやマジでな、もう頭上がらん俺。ヒカキンさん今でもね、あのマッピーはねもう師匠だよみたいな感じでさ、あのよくね、いやなんだこうやって連絡とかもねくださったり、なんか仲良くさせていただいてるんですけど、俺が師匠って呼ぶべきだなって本当に思いますね。だってあの俺大会出てないんでね、戦に、そう戦の当日枠に出られてってヒカキンさんって、でカップ戦も初日で全勝かみたいなね偉業を成し遂げてるわけじゃないですか。これもうねどっちがガチかっていう、どっちがガチオセロニアンだってなったらもうね、僕なんて足元にも及ばないんじゃないかって思うんですけど、まあちょっとねこれはもうむしろ背中を追いかけるっていうぐらいの勢いでちょっとやらせてもらいますよ。さあこれマナゴマ貼ってて、あーリポート了解。はいはいはい、まあ雷撃食らうけどこれビクで動線組めますね。しかもマナゴマあれできるんで、これビクいきますか。さあこれもビクで動線組んだけて、もうここまで来たら召喚までいかなくていいかな。よし、つえイカキンさんのデッキつえめっちゃつえ、めっちゃ強い。多分あれ初手 X の方が良かったかもしんないけど、これでも勝てるんだ。さあこれはね雷撃しっかり受けれるんで、よし。さあ受けてあげてビッグのコンボで終わりですね。そら強い。おおヒカキンさんのデッキ超強い、最強じゃん。よし、まあてことでこれコンボライフまで、まあ、ぶっ飛ばしていきたいと思います。よーし、ナイス、これナイスです。オッケー、まあ1戦目勝てたよ。俺も最初からこれ使えばよかったかな。でも途中で一回ね、一回夏アテナ使ったんよ、あの神丹軸の方。俺もねやっぱオセロニアのフレンドとかそういうコミュニティでなんか神丹のアテナでめちゃくちゃ連勝してる人いるよみたいな話とか聞いたんで、じゃあ神丹アテナにするかと思ってやってみたんだけど、まあマジで神丹下手だったんだよね。俺本当にアテナ下手だったからボコボコに負けちゃってマジで。あこれダメだ、今回何使ってもうまくいかんわって思ったんだね。じゃあもうこれヒカキンさんのデッキに頼ろうっていう、もうヒカキンさんにもうほんと頼ってね、わらにもすがる勢いでね、もうヒカさんにもうすがる勢いでちょっとデッキをね使わせてもらってます。じゃあちなみにね、この動画を撮ることは許可はですね得てる前提でやらせてもらってるんで、そこは安心してください。よいしょ、ちょこれ X から X とか、これこういう時縦取りでもよかったんかな。なんかあの相手手駒事故る可能性あるから X から行かない方が良かった説みたいなあるじゃないですか。これ分かんないんだよなマジ、どっちから行けばいいか。うん、これ神丹の方だな相手、それ強いよなファナリア、めっちゃ分かるわ。さあバイセ引いてるんですけど、こういう時もむずいよな。でもローリアンから行こうかな、ターンスキルここで切っといた方がいい気がする。レムラムは後からでもいくらでも使えるんでね。はい、まあ、X 追ってって召喚の供給入れながら頑張っていきたいところです。からの、あー、オッケー。そいつ取り行くか、取り行ってよいしょ。あーここファウスト打って E6 牽制もあるけど、多分 E6 打ってこねえなこれ。普通にレムラム行きます。よいしょ、よいしょ、よし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 。いや、悪くない悪くない。で、まあ、角で多分ロリアン取りつつ、召喚展開かな、相手目線は。で、そこに対して、A3 ファースト打って、こっちも召喚。おー、なるほど。OK、一旦 B6 取ってくる。OK。あ、でもこれあれか、俺が F4 打っても、召喚展開できないから、っていうのがあるかもな。これ A3 打つかどうか。F4 打ってもな、召喚増えるわけじゃないからな。まあ、一回罠駒で牽制します。一回罠駒牽制、よいしょよいしょ。 OK、 ローリアン全部打ち切ったのはいいんちゃう。ローリアン全部打ち切って、でこれで C4 に召喚できたんで、 F4 打った時に召喚さらに増える。
ただ C に来る匂いもするな。なんかこれ C に来そうじゃね。C に来る気もするな。 OK、 F6、 まあこれ1回罠駒でダメージ返すやん。 OK、 1回罠駒で返すやん。でこれで F4 に打つかどうかを俺の判断が、まあ難しいとこだな。ちなみにお前のコンボは雷撃強。これ C に打たれたらきついから、まあ、F4 から D6 展開ですかね。 F5 入られるけど許容してどんどんコンボつなぎに行きたい。あとそこの召喚はよろしくない。そこの召喚よろしくない。まあ相手も忍竜切ったんで防衛の駒あんまないと思いたいけどね。あんのかな。まあ D6B4 で飛ばせなそうだったら C6 当てていこうかな。 OK、 相手動線潰してきた。 OK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 。でここむずいね、C6 に見えるけど、これ C6 に見えるな。 E6 からだと F5 に新しい動線組まれるんで、よいしょ、いいよいしょ。でこれで2体召喚入れて、んーいい感じ。あーマジ強い、マジ強い。よし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 、いけるぞ、勝てる勝てる。おヒカキンさんのデッキ強いって、めちゃくちゃマジで勝てるって。俺今回のカップ戦でこんなに勝ったことマジでねえかな。全然勝てなかったんでね。5連勝ぐらいまでがいいとこだったかな。一番調子よくて。いけるぞこれ。どうする？おお怖え。プッシュ系とか入ってんだ。危ねえ。まあでもこれはワスティモスコンボのミリリベーター。あ、いやしかもここで追い打ちの手駒オーラめっちゃ強え。行ってこい。インナイスー。あ、強っ。え、ガチで強いじゃん。これ、あれだな。負け終わり、ヒカキンさんデッキか、負け終わりカップ戦あるかもしれない。ワンチャンある。え、マジで強いやん。マジで強い。ちなみに一応ちょっと今のボーダー確認。一応ね、絶対届かないけど、2700でしょ。だから、60×9 で540足して、あー、ダメだ。2800だから、待って、一応計算、60×9 だから540足して2690ポイント。あ、無理だ、届かねえわ、絶対無理だ、くそ無理だわ。一応なんかこすい考え方してさ、今ね、あの連勝ボーナスで60ポイント入るからさ、6×540足しても無理だ、もうレジェンドは無理なんだ。なんかヒカキンさんのデッキがあまりにも強すぎて、ワンチャンこっから全部勝てばレジェンドいけるかなとか思ったけど、そんなことなかったわ。さすがに45勝は足りませんね。さすがに足りん。はい。おー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 、香ばしいな、香ばしいフレイヤー来たな。いやこれ相手フレイヤーなんで、これまた X で良さそうだな。あのフレイヤーの召喚をなんだずれるからね、変動しないといけないから、これもじゃあ X いきましょう。ああアイギス、さあ X 行きの X 行きの、ほら引かれてる。あー銀白っぽいな。あー上フレイヤーか。これちょっとフレイヤー取りに行く形でいいと思うな。いらっしゃいませ。うん、なるほど。 Got right Got right。 あーでもこれあれだな、レムラム打ってイオン打たれた時に神駒残った方がアテナのコンボ強くなったな。あ、これワンチャンレムラムでよかった。今のレムラムでよかったな。なんかいつ打っても強いから、レムラムって残すイメージあったんですけど、レムラムでよかったかもしれない。てかフレイヤーって2ターンスキルなの？ 3 ターンじゃなかったっけ？何これ、なあれ2ターンなんだ。そうですか。あれコマ部で入ったんだっけ？ちょっと覚えてね。なんか3ターンだったっていう記憶だったわ。あ、ワノゴマそっちか。めっちゃレムラム打ちたいけど、一旦回復でワナ回収してからでもいいんだよな。ちょっとこれ安定行動します。ほい、レニアードね。いて、まあ、これフレイヤー召喚入るやん。いやこれマジでレムラムでよかったな。いやこういう細かいミスがね、負けにつながるんでね、マジで上レムラムでよかったわ。こうなると相手盤面的にさ B3 とか打ってくるやん。あーしゃらくせー、やらかした。こういう細かいミス響くよ後半。あ、ここで、わらごまの追い出しというか、追い出きなんだ。追い出しってなんだ。いや、これ2枚返しで良さそうだな。はい、これ2枚いきます。多分踏みだったら鈴鹿とかありえるけど、あの、踏みがね、デッキに2枚入ることないね。だってブルピア入ってるもん。
バランス的に踏み2枚は多分、入らないと思うんで、こっち行って、で、ヒルリス・ビーニーじゃないわ、なんだっけ、フレイヤのコンボってひっくり返した枚数とかじゃなかったっけ、なんであんま強くないと。F3 何打ってくるか。F3 に見えるけどな、これな。相手も動線組まんと厳しいし、右上 X はレムラムのコンボきついと思うから、ああ、取ってくると。じゃあ、そのまま詰めに行こうか。いらっしゃいませ。ファースト。いや、これいいね。いいファースト。これいいファーストです。よいしょ。一旦ここ、罠駒張っといて、目の前の特殊ダメージ、面倒見つつ、F3 打たせないように、相手が B3 入ったらダブコンつながるんで。いや、いける。なんか勝てそう。あれなんか勝てそうなんだけど。ああ、ハヌマン。一旦ヒールか。OK。これどうしよっかな。B4 が一番バリュー高そうだけど、A2 が若干怖いか。ああ、でも、罠駒、いや、ちょっと待って。いや、これ B4 でいいや。さすがに A2 耐えれる。ここはね、常にダブコンが盤面に発生してる状況を突きつける。よし。で、これでシールド割る。英語打たれてもダブコン残る。完璧やん。あれ?絶対負けなくね?これ。完璧やん。完璧じゃない?ルイン。ルイン。3000ライフはだから、今ライフバナ火力だいたい1600くらいでしょ。2400の。あー、いけるな。OK。あれ?あれ?完璧じゃね?あれ?あれ、なんか強くね?なんか強くね?めちゃくちゃ。あれ?めっちゃ強くね?おお、まあ、3連勝ね。OKOKOK。一旦3連勝して、いやでも油断しちゃダメだ。そう。今までのこのカップ戦を思い出すんだ。俺は負けたこともたくさんあったんだから。今までたくさんあったんだから。でも、ヒカキンさんのデッキで明らかに流れが変わってる雰囲気がするな。なんかすげえ勝てるんだけど。よし、来い。出た。俺、こいつマジカップ戦出来にしていいと思うんだけど。こいつ出来にしていいと思うんだけど、キング&ディアンで。これやってますから、ごま。ってことで、とりあえずアテナ。あー、先行引いちまったな。事故るなよ、頼むぞ。あ、でも OK。この召喚は事故らないんじゃない?うん、これ相手立てる。あ、でも X 来るか。キングディアンヌだったら。だよねー。シャラクセー。マジシャラクセー、その X。一番だりーわ。特殊発生するタイミングだけど、ファースト打つかどうか。まあ、打たなくていいですけど。これ多分、加工、D5 から行くと、マジできついと思うんで、こっちから行きます。まあ、召喚展開的にもね、このリバヒがマジでシャラクセんだ。まあこれ X 追ってくるであろう。 X 追ってきて、そっちか。 X 追ってこないとどうしよっかな。まあでもこれはあれか、俺の召喚展開を考えてこっちに打ってきた感じか。で、右上ったら B4 でしばかれるって話か。じゃあ普通に取ります。でも召喚展開しゃばくなるけど、これ普通に取った方がいいですね。 B4 を打たれるのはさすがにだるすぎる。よし。で、この目の前のバイセンに対して、まあ、ちょっとファーストを打っときます。あーと思ったけど、そんなに特殊ダメージ出ねえな。これ1200打てると思ったけど600やん、よく見たら。はい、OKOKOK。 まあちょっと考えますか。 D5 打ってだとして、D5 打たれて、いや、打たれて、打たれたくないところはどこだ。ちょっと待てよ。一回削りたいんだよね、気持ち的に。まあ D5 でいいか。よいしょ。おい。OK。いや、いいね。キング・ディアンヌ、これで展開弱くなったし、いい感じだぞ、今。あ、でもなんかオーラ引かれてんのか。まあ、俺もオーラ引いてるからイーブンだね。こっからは、
まあ、ほぼそうだね、イーブンの勝負なんだけど、ただパフォーマンスとしては敵の方が強いね。キングディアンヌが強かったんで今の。まあでも盤面は若干こっち有利っぽく見えるけどな。実際打てるところ相当減ってるし。 OK、 これで右上 X ぐらいしか打てるとこないやん。ほいあ、でもあれだな、右上 X って取ってからの D6 がだるいな。俺 E6 打てなくなるわ。なんでそれ対策しないといけないね。どうしよう。そうだな、2手先 D6 めんどくさいですね。あー1回脱出してきた。あーなるほどね。でこれで F2 に打たして D6 狙うって感じですかね。どうでしょうか。1回罠駒打つのもありだけど、多分レニアド読まれる気がするんだよな。難しいな。そいつコンボあんま強くないよね。これ C2 に行きます。ライフは強いけどダメージカットしつつ、俺も削りたいんでアテナで。俺手駒に今ビクとか引いてるわけじゃないんで、ここ削りたいタイミングですね。で相手このワスティモス取れないんで、これで防衛入れつつ、レニアドはまあ、ちょっと一旦使わない判断かな。アテナコンボ結構軽く出たんで、これで削って、いや俺のペースだと思うけど、オッケー、このビフロンは取ろうか。こいつを取ります。こいつ踏みじゃなくて、そう踏み守んじゃないんでね、これ踏みじゃないんで取りましょう。でここの引き、レニアード打つのか、それとも、あレムラム引いたな。これレニアード打っても多分発動しないね。レムラム打ちます。よいしょよいしょよいしょ、おつおつ、切るぞ。ワスティモスコンボって神駒1枚につき700、あ違う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 、500特殊の最大2000、1500か。で罠駒打たれる、いや罠打たれる前にレムラム打ったのマジでナイス、我ながらナイス判断で。ここはい、で2400、2400、3300、3600、5100だ、勝った。あなんならこれメリッサの方がコンボ強かったな。まあ、これ飛んだんで OK。 よいしょ、ナイス、強い、ヒカキンさんこのデッキ強いよ強いよ勝てるよ、いけるぞOK、 なんか強くねマジで強くね強くね、もうこれスーパースター余裕だな。とりあえず一旦スーパースターはいけるか。よいしょ、お願いします。うわー強え、これちょっと俺がアテナ下手なこと考えても全然いけるな。マジでマジでアテナ下手なのはもう周知の事実なんだけど、自他ともに認めてるけど、エルロージュオーラ引いてる、 X かエルロージュオーラ引いてる、アイギスオッケー、X いきます。からのからの、はい、罠駒、こういう罠駒はめんどくさいから乱量で折っておこうか。で俺もね、あれなんですよ、学んだんですよ、これ X に打つ駒ね、多分は神駒の方がいい、アテナのコンボにも作用するから。これ回収して、いやいいね、ここで罠駒スカーシャンでかいわ。あちょっと待って、ペットボトルのキャップが、ちょっと定期的にお水を取らないとちょっと俺の IQ が落ちるんで。よし罠駒、これ1800回復できるんですけど、コンボが相手キャラ1枚につきか、いやいいや、これがガトライズにします。よいしょ、召喚どこ、うわそこか、これ下手したら A4 来るかも。まあ D6 あるからいけ、いけるか、大丈夫だ。まあ来ると、こういう時あれですね、 A1 打たれたらだるいんで D6 打ちにくいですね。
一旦ワナゴマ張って E4 牽制します。まあ、最悪アンドレアの回復あるのと銀四郎とアイギスで削れてるんでなんとかなりそう。うわ、そのワナゴマ即置きうまいな。まあ、でもコンボ毒なんで全然取ろうと思えば取れる。引き見てからだな。ビクトリア、いやこれはね、これ D6 です。これ D6 ってあのビーチ無視、あれ無視します。こいつあの8なんでね、無視します。無視だけに。さあこの辺にしときますか。虫だけに無視して、で神駒もしっかり置いておく。さあ E4 で削ってくる。最悪回復あるから大丈夫そうかな。ビクトリアあるけど、いてー、いらっしゃいませ。ビッグ後出しでいい気がするな。これでファウストのコンボかアンドレアのコンボが盤面に残るんで、火力高っ、火力高い、けるぞこれ。あ、これいけるわ、これビッグあるわ、いけるいけるいける。あれ勝てるんだけど、マジでマジで勝てる、勝てる、もしかしてこれ。オーラ2引いてるし、さあワスティ来るけど大丈夫だね。はい、皆さんこれ最強デッキです。マジでマジでクソ勝てる。マジこれお世辞抜き、お世辞抜きで一番勝てる。あれ超強くね、このデッキ。マジか、もうヒカキンさん以外信じない。ヒカキンさんしか勝たんわ。やーい、イエーイ。マジで最強なんだけどこのデッキ。あー、もうこれはあれです、もうヒカキンさん大好きコーナーです。これヒカキンさん大好きですね。これ勝ってるわ、一番勝ててるわ今までで。前のなんか渦井天元サブに入ってるデッキも使ってみたけど、なんか意外といけたっていう。やっぱなんかあれだね、そのやっぱカリスマ性じゃないけど、なんかそういう目に見えない不思議な力をもらってる気分だわ。そう、あとね、やっぱねヒカキンさん、会ったことのある人ならわかるかもしれないけど、やっぱオーラがあるんでね、そのやっぱオーラをいただいてるのかもしれない、俺はヒカキンさんから。だから俺もね、年食ったらオーラをね出していきたいですね。まあでも多分今のままだと俺年食ってもオーラじゃなくておならが出そうなんですけど。まあある意味おならが出るのは健康的かもしれないんでね、年食ったらオーラじゃなくておならが出そうだ。まあこれはよろしくお願いしますして、さあマスティマか、これも X か、もしかしてこれも X か。もうあれ、これアテナさ、もしかして X 行くデッキなんかな、なんか強い気がする。 X アテナ相手目線だるくないんだって、この X で。マスティマリーダー俺使ったからわかるけど、意外と火力出ないんだよな。あ、なんかオーラ引かれてるわ、これめんどくさいな。フォボス引いたな。まあでもこれ初手が葉山明なんで、まあわなごま晴れしてきたけどめんどくさそう。オッケー、これローリアいきます。レッツゴー。さあローリアンレッツゴー、わな回収しろ。おいし、ナイス。いやこのわな回収ナイスすぎ。オッケー、わな使わせたのはマジででかい。もうあとレムラムでコントロールすればいいんでしょ。まあでもオーラ引いてるからね、あの上振れは気をつけましょう。めんどくせー、さすがにそいつ返すほど俺に余裕はない。いらっしゃいませ。まあ、D に行くしかねえか。いや、ちょっと待ってね。ぶっちゃけこれ D6 バイスもありえるじゃん。ありえるじゃん、そうしよう。ありえます。これ D に行くのもありだけど、ちょっと召喚全部取られるのはやぶさかですわ。あとダブコン組まれるのも嫌だし。ちょっと一旦チルします。これチルです。一旦チル入ります。まあ、罠駒切ったんで OK。この罠駒どうせレニアドでしょ。どうせレニアドです、これは。はい。いらっしゃいませ。ビクトリア？ビクトリア？オーマイガー。ファッキン、レッツゴー。ちょっと待って。レムラム。どっち打つかは俺の気分次第。こっち行こうかな。レムラムでよかったかな？レムラムでよかったかもしんないわ。
ここレムラムだった説あるな。まあいいや、これ火力は高い。あ、ここレムラムだったかもな。若干サイクルずれてる感じする、今やってて。まあ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 、英語打ってきたら C1 から入ってが、もしくは A4 に当てるか。ただこのブルピアがうざいことには変わりがなくて、あ、そっち打たれる。ダブコンをどう捉えるかだね。 D2 に打つとダブコンつながるんですよね。けどね、このダブコン俺許容します、大丈夫です。だって相手がこのダブコン使ったら、俺レムラムでバチコリ火力上げられるんで、むしろ相手は俺のレムラムを取らないといけないよ。ってなった場合、 C6 から入ると相手盤面弱くなるから、ガメつくいくよ。まあ何より俺にはビクトリアがある。よし、さあビクトリアがあるんで、800特殊ダメージ出せる状況でして、2枚返しするとまだちょっと足んないか。800、2200だな。まあ足んないな、多分。ワスティモス安牌か。ワスティ安牌に見えるな、めちゃめちゃ。ワスティ安牌。レッツゴー、ワスティ。はい。はい。で、次、ビッグ圏内じゃない。マジで。めちゃくちゃなんか伸び伸びできるわ。余裕が違う。油断じゃないよ、これ。余裕だからね。はい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 。で、これで、まあ、回復とかちょっとされるけど、毒入れられて、ワスティが450でしょ。1200、1500、1900。で、あ、いけるな。行ってこい。強っ。まあ、全部 S 引いたのあるけど。強っ。あー、最強や、このデッキ。これ最強や。え、8連勝とか初めてしたんだけど、マジで今回のカップ戦で。最強やん。最強やん。これ最強やん。これ最強です。マジか。信じてよかった。本当に一番強かった、このデッキが。いやー。ちょっとね、いろんな情報に踊らされた感じもするか。途中俺が負けたのは、なんか神タンアテナ使ってマジでボコボコのボコボコにされたんだよ。でも神タンアテナも強いはずなんだよね。噂によるとそれでね、俺なんか40連勝した人いるって聞いたんだよね。やばくない？カップ戦40連勝って。それ聞いたら使いたくなるやん。で、俺が使ったらさ、40連勝しないんだよね。できるわけもないんだよね。これやばいやばい。あ、待って、これ相手神タンアテナじゃない。あ、待って、俺の手駒やばくね？これやばくね？始まってるわ。始まりました。あ、しかも手駒事故らない、ありがてえ。だってこれあれでしょ、全自動、毎ターン全自動500でしょこれ。で、しかも特に俺の手駒が事故った様子もない。これいけるぞ。いらっしゃいませ、アンジョリア。これこっちバイスいっちゃおうか。相手 A に進行する場合、盤面のこのアイギスの数がえぐいことになるから、ガメつく A2 に行きます。じゃあ A じゃない、 B3 か。OKOK、 大丈夫大丈夫。はい、酒持ったんじゃ出陣。まあここもう乱量打っちゃおうか。雷撃ちょっと大きめに火力出しておきます。罠回収できない。レニアドか。まあ結果見ると俺の手駒と合わせるとめちゃめちゃ特殊ダメージ発生してるから、どっかしらで罠駒、そう、あのファウスト打たれることを想定して動いた方がいいね。痛い。これ B4 でもいいな。相手の召喚のリソース減らせるし、 B4 にします。で、このね、アンドレアをね、俺はまだ残すんですよ。まだ使わないよ俺このアンドレア。ついよ、なんか全自あれ何この全自動デッキ最強なんだけど。で、どうすんの？これもう、アイギスのコンボ相手使いたくても使いづらいよ、盤面的に。OK、ワスティ。よし。で、こうなると、ね、俺のローリアン取りづらいやん。で、左下 X に打ってくる勇気を、あるかどうかだよね。D6 打つと E3 打たれる。
まあでもこれ F5 にします。なんか A4 打たれてロリアン取られるのもなんか尺なんで。おら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 、どんどん削れどんどん削れ。正直負ける気しないよ俺この盤面で。ローリアンもずっと強いね。マジで。え、やばないこのデッキ。初っ端2オーラでこんなに削れると思わんくね。てか相手神タンアテナじゃないな。レニアド入ってた。うん、バイセイで削ってくる。で、俺でもローリアンあるやん。で、これはもうバイセイ取りでいいやん。一旦引き見ようか。いらっしゃい。ガッドライツ。いや、もう削れるタイミングなんで俺一生削ります。もう一生削ります。もう適当にアテナとコンボしてるだけ。この何あのサマーギストで次、まあ、やばい火力来ても俺アンドレアで防衛できると思う。相手やることあるとしたら左下 X でバチコリ火力出して2手飛ばしかな。でもまあさっきの B4、 そうだな、 F5 じゃなくて D6 でもよかったかな。意外とミリリベーターに削られちまった。うん、そっちが OK。 まあ最悪これはアンドレアあるんで防衛できるやん。なんかしら引いたら勝ちだよ。エルヴィン3枚返し3枚返し。おお、エルヴィンファッキンレッツゴー。最強です。え、俺だってねサマーアイギスのコンボ使ってただけで勝ったんだけど。あれ最強じゃんこれあれおい、アテナヘタクソの俺でも使える神デッキなんだけど。最強なんだけど。あと4試合か。え、どうしよう、あと4試合やりきるか。時間足りるかな。俺ちょっと予定あるんだよね。まあまあちょっとやってみるわとりあえず。え、なんかめっちゃ強くねこのデッキ全然負けないんやけど。うん、あとマッチがしないとちょっとね。マッチしてくれあー、ちょっとまさかの結果だな。俺こんな勝てると思ってなかった。これガチで言うと俺本当にこんなに勝てると思ってなかった。動画撮る前軽い気持ちでやったはずがこんなに連勝できると思ってなかった。でもとりあえず安心したわ。あのスーパースターは入れそう一旦スーパースターは入れそうか。ありがてえ。はい、トゥーバーチャライズアライ。なんこれ、トゥーバーチャライズアライ。どういう意味やべえ、英語できないのバレる。マジで英語できないんだよな。来いよ。よし。いや、なんかね、この B5 まであるはずのバーチャも手駒に来てもそんなに、あれだな、嫌な気持ちにならないどころか、ようこそバーチャみたいな感じ。200ダメ出すもんな。よろしくお願いします。じゃあ、夏アテナいきます。初感事故るなよ。あ、なんか、今日夏アテナ機嫌いいわ。全然事故らんわ。これがさ、ね、あの、D3、C4 とかの召喚だったら、まあ、あの、あれ、事故って、なんか、全部消されるみたいなこともありえるんだけど、そういうこともなく、そういうこともなくですね。ほんと、なんか、平行打ってきた。しゃらくさいですね。どうしましょう。これ D に打って C4 召喚しちゃうと全部消されるんで F に行きます。素直に。よし。まあ素直にこっち行きます。全部消されるのは嫌だもんね。で、次エルヴィンでも火力出せるやん。うん、イデリア。イデリアじゃない、イリニア。やばい。最近あのリーグオブレジェンドやりすぎてイリニアのことイリリアって言っちゃうんだよな。これ良くない、良くないです。これ良くない。はい、召喚します。それ、うーん、微妙じゃねこれ。 X 打たれるくね。まあいっか、バハシュあるし。なんかね、あれだわ、これ召喚事故ってもさ、銀白とバハシュのカバーが強すぎてなんとかなるわ。おい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 、銀白バハシュ最強か。一旦マスティ、お前が、んー、どうするこれ、どう捉えるか。召喚 C5 でクソほど増やすか。
いやこれは、あー悩ましい。いや B4 もありかな。ちょっと待って考えます。いやこれ B4 罠にしよう。そしたらイリニア繋ぎにくいし、あとそもそもこれで結構火力出るから、まあ、繋いできたとしてもレニアード読まれたとして俺も新しい動線、まあ、一応組めるんで、いやでもこれ読まれたら普通に嫌かな。歯茎かこれ一旦。歯茎説はあるいや俺このレニアード取ってほしいんだよな。相手目線これがさ、例えばファウストだったらさ、代償食らった上で、そうだよね。はい完璧、これはもう俺が心理ついたわ。でかいで、ここお願いします。ガットライツ、これはねミリリベーターを置きましょう。あーいや待て、いやこっちでいいか。ミリリの方がコンボ強いけど、まあ、アンドレアで神駒の火力与えるのは値がいな。ナイスで、バハシュで削ってで F4 に対して C5 で、 C5 が右下 X で火力あれですね、召喚入れつつって感じかな。あーでもこれここでミリリ打たないとミリリ使うタイミングあんまないかも。1枚返しじゃないとダメなのか。あでもこれあれだな、 A4 ミリリでもいいな。最悪まずいかも、それまずいかも。やめて、ちょっ待ってね、引き見てから。いやここでファースト引くの神すぎるよ。さすがにファースト行くしかない。オーマイガーファッキンファースト、これ神駒取ってレムラムのコンボ弱くしつつ、これで特殊ダメージ出しづらい状況作りますか。ただこれカドアラジンとか打たれてからの D2 で死にかねない。怖え、カドアラ怖え。これあれかな、罠駒、いやそうだな、ファーストじゃなかったかな。これ負け筋広げちゃったな。 C5 ガトライズで召喚増やしながら削って、 A4 ミリリとかなんか適当に引いたら勝てたかも。削ってくると、いやでもこれ2手飛ばしできなくね。できんの、できそう、ワンチャン。やめて、痛い。いやなんかできそう、5773はワンチャン。いやワンチャンある、ワンチャンある、やめて。ちょ考えます、ここベリーシンキングタイム。右上 X に見えるな、1枚返ししかなくなるし、ダブコンつなげる。あーでもイーロカルわ、イーロカルわ。いやこっちか、こっち打てば相手1枚返ししかなくなるんで盤面。あ待って、あ終わった、これミスりました。これ C に打たれたら俺動線ありません。ガトライズで飛ばすしかない。やばい、2枚返しさせないためにこっち打ったら C に打たれたら終わることに気づいてしまった。やめて、気づかないでお願い、やめて。これ右上 X でよかった。あーやばいなこれ、ちょっとマジでやばい。これ C2 に気づかれたら終わる。はい気づかれましたあーもう最悪、しょうもないミスした。うん関係ない、よかった、ビク引いたんでセーフです。あぶねー、ちなみに今ビク引いてなかったら負けてました。マジで終わってます、マジでプレイング終わってます。なんで俺は右上 X に打たなかったんや、アホめあぶねえ、あぶねえ。ってことで、うんあのヒカキンさんと同じ少数になりました。はい、ちょっと待って、なんか来た、これ荷物じゃね、荷物来たわ、このタイミングか。じゃあ動画終わろっか。はい、ありがとうございます。ちょっとね、なんかタイミング的にもちょっと荷物来たんで、ここで動画終わりますわあのヒカキンさんとちょっと5ポイント違いっていうところで、ここで止めときます。まあでもスーパースターは入れたんでよかったです。じゃあ締めますか。ヒカキンさんマジでデッキク、ありがとうございましたちょ来月もデッキ教えてください、もうそれでやりますもうヒカキンさんのデッキは最強でした。はい、もう最強ですこのデッキ。うん、夏アテナ苦手意識ちょっと克服できたかもしれない。はい、そんなわけでありがとうございました。そんなわけでまたね、来月以降もカップ戦なりシーズンマッチなり頑張っていくのでよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。